吉川英治作、宮本武蔵、知の巻、寿石問答。1。春も夕べの雨や風で残りなく現れてしまった。今朝は日の光も恐ろしく強く額を射る。沢庵殿、竹蔵はまだ生きておりますかいの。お杉隠居は夜が明けると待ち遠しい楽しみの見物に来たように寺を覗いてそう言った。おお、おばばか。百庵は家に出てきて、夕べの雨はひどかったの。良い気味の嵐でござった。だが、いくら豪雨に戦えたとて、一夜や二夜で人間は死ぬまいて、あれでも生きているのじゃろうか。と、お杉婆は、しわの中の針のような目をまぶしげに、千年杉の梢に向けて、雑巾のように張り付いたまま、身動きもしているが、カラスがあの顔や宝のところを見れば、竹蔵はまだ生きているに違いなかろうで。おおきに。お杉はうなずきながら奥をのぞいて、嫁が見えぬが呼んでおくれぬか。嫁とは、うちのお通じゃ。あれはまだ本意伝家の嫁ではあるまいが、近いうちに嫁にする。婿のない家へ嫁を迎えて誰がそう思うのか。お主、風来坊のくせに余計な心配はせぬものよ。お通はどこにいますかいの。多分寝ておるじゃろう。ああ、そうか。一人合点して、夜は竹蔵の見張りをしておるとわしが言いつけたゆえ、昼間は眠たいも道理。沢庵殿、昼間の見張りはお主の役じゃぞ。お杉は千年杉の下へ行って、しばらく仰向いていたが、やがてコツコツと桑の杖をついて里へ降りていった。沢庵は部屋へ入ると晩まで顔を見せなかった。里の子が上がってきて、千年杉の梢へ石を投げた時、障子を開けて、放たれ！何をするか！と一度大声で叱ったっきり、その障子は終日閉まっていた。同じ棟の行く間かを隔てて、お通の部屋があったが、そこの障子も今日は閉まったっきりであった。那須所の僧が煎じ薬を持って入ったり、粥の土鍋を運んでいったりした。夕べあの大雨の中を、お通は寺の者に見つかって、無理やりに屋内に引き上げられ、住職からは散々小言を言われたりした。その挙句、風邪気味の熱を発して、今日は寝たきり、頭が上がらないでいるということだった。今宵は、夕べの空とは打って変わって、月が明るかった。寺の者が寝静まると、沢庵は書物に飽いたように、草履を履いて、外へ出ていった。竹蔵！そう呼ぶと、杉の梢が高いところで少し揺れた。パラパラと梅雨の光が落ちてくる。不憫や。返事をする元気を起こしたのが、竹蔵！竹蔵！すると、すさまじい力で、なんだ、クソ坊主！少しも衰えのない竹蔵の怒号だった。と見上げ直して、声は出るな。その塩梅では、まだ5、6日は持つだろう。時に、腹具合はどうだ。雑言は無用。坊主、早く俺の首をはねろ。いやいや、うかつに首は切られない。貴様のようなガムシャは、首だけになっても飛びついてくる恐れがあるからな。ま、月でも見ようか。沢庵は、そこの石へ腰を下ろした。2。どうするか見ていろ。竹蔵は、満身の力で、自分の身を戒めている老三の梢をゆさゆさ動かして言う。バラバラと杉の皮や杉の葉が沢庵の頭へこぼれてくる。その襟元を払いながら沢庵は仰向いて、そうだそうだ、それくらい怒ってみなければ、本当の生命力も人間の味も出てはこぬ。近頃の人間は怒らぬことを思って知識人であるとしたり、人格の奥行きと見せかけたりしているが、そんな老成ぶった振る舞いを若い奴らが真似るに至っては言語道断じゃ。若い者は怒らねえか。もっと怒れ。もっと怒れ。おう、今にこの名をすり切って大地へ落ちて、貴様を蹴殺してやるから待っておれ。頼もしい。それまで待っていてやろう。しかし続くか？縄の消えないうちにお主の命が切れてしまいませぬか？何を？おう、えらい力。木が動く。しかし大地はびくともせぬじゃないか。そもそも、お主の怒りは、私憤だから弱い。男児の怒りは、興奮でなければいかん。
我のみの小さな感情で起こるのは女性の怒りというものだ。何とでも存分に抑えておれ。今に見よ。ダメさ、もうよせ竹蔵。疲れるだけじゃぞ。いくらもがいたところで天地はおろか、この凶木の枝一つ裂くことはなるまい。残念だ。それだけの力を国家のためとまでは言わん。せめて他人のために添いでみ。天地はおろか、神をも動く。言わんや人をや。たくあんはこの辺からやや説教口調になって、惜しむべし、惜しむべし。おぬし、せっかく人と生まれながら、死狼に等しい野生のまま、一本も人間なしをいたぬ間に、いたらぬ間に、交換、あたらここに終わろうとする。やかましい。唾は吐いたが、唾は高い小勢から地上に来るまでの途中で、霧になってしまう。聞けよ、竹蔵。おぬしは自分の腕力に思い上がっていたろうが、世の中に俺ほど強い人間はないと慢じていたろうが、それがどうじゃ、そのざまは。俺は恥じない。腕で貴様に負けたのではない。策で負けようが、口先で負けようが、要するに負けは負けだ。その証拠には、いかに悔しがっても、わしは勝者となって石の将棋に腰掛け、お主は敗者の惨めな姿を木の上にさらされているではないか。これは一体何の差かわかるか？腕づくでは、なるほど、お主は強いに決まっている。虎と人間とは相撲にはならん。だが、虎はやはり、人間以下のものでしかないのだぞ。例えば、お主の勇気もそうだ。今日までの振る舞いは、無知から来ている命知らずの蛮勇だ。人間の勇気ではない。侍の強さとはそんなものじゃないのだ。怖いものの怖さをよく知っているのが人間の勇気であり、命は惜しみいたわって玉とも抱き、そして真の死を得ることが真の人間というものじゃ。惜しいとわしが言うたのはそこのことだ。お主には生まれながらの腕力と豪気はあるが、学問がない。武道の悪いところだけを学んで、知徳を磨こうとしなかった。文武二道というが、二道とは二道というものではない。二つを備えて一つの道だよ。わかるか、竹蔵。三、石も言わず、木も語らず、闇は弱としたままの闇であった。そして、ややしばらくの沈黙が続いていた。と、やがてやおらたくあんは、石の上から腰を上げて、竹蔵、もう一晩考えてみなさい。その上で、首をはねてやろう。と、立ち去りかけた。十歩、いや二十歩ほど、彼が背を向けて、本堂の方へもう歩み出していた時である。あ、しばらく。竹蔵が空から言った。なんじゃ？遠くからたくあんが振り向いて答える。もう一度、木の下へ戻ってくれ。うん、こうか？すると、樹上の影は突然、たくあん坊、助けてくれと大声でわめいた。にわかに泣いてでもいるように、空の小杖は震えて言う。俺は今から生まれ直したい。人間と生まれたのは、大きな使命を持って出てきたのだということがわかった。その生きがいがわかったと思ったら、途端に、俺はこの木の上に縛られている命じゃないか。ああ、取り返しのつかないことをした。よく気がついた。それでお主の生命は初めて人間並みになったと言える。ああ、死にたくない。もう一遍生きてみたい。生きて出直してみたいんだ。たくあん坊、ご将だ。助けてくれ。いかん。断固としてたくあんは首を振った。何事もやり直しができないのが人生だ。世の中のこと、すべて真剣勝負だ。相手に切られてから首を継ぎ直して立ち上がろうというのと同じだ。不憫だが、たくあんはその名を解いてやれん。せめて死に顔の見苦しくないように念仏でも唱えて、静かに生死の境をかみしめておくがよい。それなり、草履の音はピタピタと彼方へ消えてしまった。竹蔵もそれきりやめかなかった。彼に言われた通り、太古の眼を塞いで、もう生きる気も捨て、死ぬ気も捨て、さっさっと夜を吹く風と、このかぶしの中に骨の芯まで冷たくなってしまったもののようであった。すると誰か、木の下に立って小杖を仰いでいる人影があった。やがて千年杉に抱きついて、一生懸命に低い枝のあたりまでよじ登ろうとするのであったが、木登りに身を負いない人と見え、少し登りかけると木の皮と一緒に滑り落ちてしまう。それでも木の皮より手の皮がすりむけてしまいそうになっても、産まず
屈せず、一心不乱に繰り返してかじりついているうちに、やっとした枝に手がかかり、次の枝に手を伸ばし、それから先は難なく高いところまで登ってしまった。そして息を切りながら、竹蔵さん、竹蔵さん。竹蔵は目だけまだ生きているドクロのような顔を向けて、お？私です。お通さん？逃げましょう。あなたは命が惜しいとさっき言いましたね。逃げる？ええ、私ももうこの村にはいられないんです。いれば、ああ、耐えられない。竹蔵さん、私はあなたを救いますよ。あなたは私の救いを受けてくれますか？おう、切ってくれ。切ってくれ。この縄目を。お待ちなさい。お通は小さな旅包みを肩たすきに負い、髪から足ぐらいまですっかり旅での身支度をしているのである。担当を抜いて竹蔵の縄目をぶずりと切った。竹蔵は手も足も知覚もなくなっていたのである。お通が抱き支えはしたが、かえって彼女ともに足を踏み外し、大地へ向かって二つの体は勢いよく落ちていった。4. 竹蔵は立っていた。二畳もある木の上から落ちたのに、呆然と大地に立っている。と、うめく声が彼の足元に聞こえた。ふと目を落としてみると、一緒に落ちたお通が手足を突っ張って地にもがいているのである。お、抱き起こして。お通さん、お通さん。痛い、痛い。どこを打った？どこを打ったかわかりません。だけど歩けます。大丈夫です。土地の枝で何度もぶつかっているから、大した怪我はしないはずだ。私よりあなたは、俺は、竹蔵は考えてから、俺は生きている。生きていますとも、それだけしかわからないんだ。逃げましょう。一時も早く。もし人に見つかったら、私もあなたも、今度こそは命がありません。お通は足を引きずりながら歩き出した。竹蔵も歩いた。黙々と、父と、秋の霜を片足のない虫が歩むように。ご覧なさい。針間などの方がほんのり夜がしらみかけました。ここはどこ？中山峠。もう頂上です。そんなに歩いてきたかな。一心は怖いものですね。そうそう。あなたは丸二日二晩何も食べていないんでしょ？そう言われて、竹蔵は初めて気活を思い出した。背に負っている包みを解いて、お通は米の粉を練った餅を出した。甘いあんが下から喉へ落ちていくと、竹蔵は生の喜びに餅を持っている指が震えて、俺は生きたぞ、と強く思い、同時に、これから生まれ変わるのだ、と信念した。赤い朝雲が二人の顔を焼いた。お通の顔が鮮やかに見えてくると、竹蔵は、ここに彼女と二人でいることが夢のようで、どうしても不思議な気がしてならない。さあ、昼間になったら油断はできませんよ。それに、すぐ国境にかかりますから。国境と聞くと、竹蔵の目は急に乱として、そうだ、俺はこれから雛倉の木戸へ行く。え？雛倉へですって？あそこの山籠には姉上が捕まっている。姉上を助け出していくから、お通さんとはここで別れよう。お通は恨めしげに竹蔵の顔を黙って見ていたが、やがて、あなたはそんな気なんですか？ここでもう別れてしまうくらいなら、私は宮本村を出ては参りません。だって仕方がない。竹蔵さん。お通は詰め寄るような眼差しを持って、彼の手へ自分の手を振りかけてあげたが、顔も体も熱くなって、ただ情熱に震えるだけだった。私の気持ち、今にゆっくり話しますけれど、ここでお別れするのは嫌です。どこへでも連れて行ってください。でも、御所です。とお通は手をついて、あなたが嫌だと言っても、私は離れません。もし、お銀さんも救い出すのに、私がいて足手まといなら、私は姫路の五条家まで先に行って待っていますから。じゃあ、と竹蔵はもう立ちかけた。きっとですね。あ、城下外れの花田橋で待っていますよ。来ないうちは百日でも千日でも経っていますからね。ただうなずきを見せて、竹蔵はもう峠伝いに山の背をかけていた。